こんにちは。こんにちは。こんにちは。喋りにくい。せーの、ただらきチャンネル。こんにちは、メヘラ整形アイドルただらきちゃんです。よろしくお願いします。こちらの動画で歯列矯正を始めますっていう風に皆さんにお知らせしたんですけど、こちらのワイヤーを上下付け終わりました。細かく言うと下の数本まだちょっとねじれちゃってて付けられないようなところとか奥の方とかっていうのがまだなんですけど、まあ、一旦上下付け終わったのでご報告っていうことで動画出させていただきました。あの上を付けた時に撮った動画っていうのがあのこちらのメンヘラ整形アイドルの普段メイク、こちらの動画がちょうどあの上だけワイヤーをつけた日に直後に撮ったものになってます。喋り方ちょっとおかしいなって思った方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、もうお察しの通りという感じで、すごく裏側にワイヤーをつけていく矯正なのでとてもとても喋りにくいです。上下の歯が当たらないように奥に高さを出すなんかセメントみたいなやつが入ってるらしくて、それで歯がねこうギュッてやっても上下の歯が当たらないんですよ。なんかあれみたいですよね、あの滑舌あれ芸人のなんかの作業が言えない人みたいな。で今回一応皆さんにお見せしていきたいんですけど、裏側の矯正なのであの見せることが難しいので歯医者さんに裏側の写真撮っていただいて送っていただきました。で今のところ届いているのが上の歯つけた時の写真のみなので、また下の歯の写真送っていただいたら動画にします。これが、表から見た時の画像です。上に一応ワイヤーがもう通っている状態なんですけど、まあ、表側からは一切見えないような感じになってます。横から見たものです。左右ね前の方抜いてるのでちょっと分かりやすいかなって思うんですけど、これもねだんだんこう硬いワイヤーにしていって動かしていくとこの隙間が埋まって見えなくなるような感じになります。下から見た画像です。これちょっとまだ歯抜いた後が痛々しいんですけど分かりやすいですね。こんな感じでくっついてます。なんかカラフルですね。裏側を写したものです。あの奥の歯の青いなんかグミみたいなくっついてるやつが先ほどお伝えしたその高さを出すためのやつになっていて、これのおかげでこう上下の方が当たらずに効果的に歯を動かすことができるっていうことみたいです。つける時の痛みとしてはあのないです。全く無痛なんですけど、ずっとね結構表の時はねそんなしんどかった思い出がないんですけど、裏側だとずっとねこう大口を開けてないといけなくて顎が外れそうだなって思って結構しんどかったです。華やかに香り立つ紅茶ケーキのふんわりアイスサンド、いただきます。おーめっちゃ痛い、また変化あり次第経過をご報告させていただきます。また本当にありがとうございます。聞き取りにくいところが多々あったかと思いますが、チャンネル登録と高評価ボタンぜひお願いします。じゃあまた明日以降、じゃあまた明日以降の動画でお会いしましょう。またね。